転校生さん、前々から伝えてた通り、今日は学外に出なきゃいけねえんです。うちの女子数名にウェディングドレスを着せて取材したいらしいんですよね。それで新生徒会長のうちにもとお呼びがかかったわけです。それだけ聞けば即お断りなんですが、ちょっと事情がありまして、この企画地方自治体や行政も協賛してるんですよ。取材はフリーペーパーに掲載して3万部配布されるそうです。なんか毎年恒例のようになってますし、いい宣伝になりますしと、メリットデメリットを勘案して受けることにしました。イレギュラーの時の男手としてあんたさんにも来てもらいますよ。うちの学生は箱入り娘が多いんで、お願いしますね。復婚が始まりますからね。これから結婚ラッシュですよ。少なくとも国が梅や増やせやを推奨することになるでしょうね。ええ、天敵がいなくなったらその生物は増えるのが自然ですからね。ま、うちらにはまだ関係ねえ話ですが。関係ねえですよね。おいたしてませんね。取材と撮影を含めて2時間程度で終わるみたいですが、さすがに若い子を使う企画だけあって、うちらの他にも監督者がいますね。公的機関の協賛があるだけあってしっかりしてます。安心ですね。ん？ウェディングドレスが4着、モデル候補は3名。まあ、引率のうちを含めれば4名なんですが、うちを含めて4名ですか。ああ、なるほど。そんじゃ、恥を忍んであんたさんが来てください。うちは無理なんで。ほら、いるじゃねえですか。マキちゃんが女の子になっちゃいましょう。さすがにそれはいけませんか。しかし困りましたね。見守るという仕事ができなくなります。わかりましたよ。うちもあれだけ豪語しちゃいましたからね。自分で言ったことの責任は取ります。取りますって。しかしあんたさんも口がうまくなりましたね。どうですかね。あ、言わなくてもいいです。モデル候補の子たちと比べたら、うちは背が低すぎます。あのですね。その褒め言葉は当たり前です。プロがうちに似合うように仕上げてくれてんですから、失礼ですよ。やれやれ。でもまあ、悪い気はしねえですね。さっさと写真を撮られて終わりにしましょうか。見てるんです。それはちょっと、ちょっとだけ恥ずかしいんです。